上流にやってまいりました。うわ、出た、よっしゃ。うわ、おー、シャー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 、よし、面白いです。よう引きます。バレるなよ。川一枚、はい、おー、川一枚でした。危ない危ない。このサイズです。プロップできましたね。やっぱちょっと流れてるところに打ったら出ましたね。よしよしよし、元気や元気。おい、いけ、よいしょ。やだ、来ました。ちょっとごめんなさい、あんた暴れるとちょっとこっち側に。はい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 、まさに成功。これがまあそうですね、ライトタックルで30センチぐらいですかね、楽しめるサイズですね。同じテンポでポッピングしてきて、こうスライドアクションを混ぜながら、こうちょっとポーズを長めに撮ってやるとシーバス出てきますね。よいしょ、よいしょ。多分何かしら1回ぐらいは起きると思います。こうルアーが、うわすぐ起きました。シーバスでしたね今のも。こう引き抵抗とか、このうわ引き抵抗とか、今の触れてないですもんね、ルアーに。うわ、ついてる、死ぬ。うわ、全然ルアに触れない。ちょっとサイズが小さいっていうのもありますけど、じゃあこういう時にどうするか、フック交換をします。こんな感じですね。後ろのフックにこう、他のポッパーについてるやつをつけて、おっしゃ、ほら乗った、一発だ。おー、跳ねてる。ほら、キビレです。よっしゃ、キビレ一発でした。これユズのチヌポッパーについてるフックなんですけど、こう針もちっちゃいんですよね。やっぱちゃんと吸い込めるように針をこう小さくしてやることによってこうありますし、このキラキラが結構効果があるんですよね。こんな感じになります。これキビレチヌ、これよくやっぱ河川内とかに多いです。はい、おお、めっちゃ早い。